映画の都アメリカのハリウッドに日本文化を世界に発信するジャパンハウスがオープンしました。オープニングセレモニーではアドバイザーに就任したロックバンド XJAPAN の YOSHIKI さんらがパフォーマンスを披露し、河野外務大臣ら日米の要人が出席しました。ロサンゼルスのジャパンハウスはハリウッドのど真ん中、アカデミー賞の授賞式が行われるビルの中にあります。ジャパンハウスには日本全国の特産品を販売する店や和食レストランなどがあります。当初は領土問題などをめぐる日本の立場を発信することも考えられましたが、外務省は日本の魅力を伝えてファンを増やすための施設にするとしています。